つもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は江戸時代から花開く釣りの魅力とその進化の歴史について解説いたします。江戸時代から一般庶民にも広まったとされる魚を釣るという行為は、その静寂と興奮という対照的な要素をもたらします。なぜ江戸時代に釣りが栄えたのか、当時の時代背景などを含めて江戸時代の釣りの歴史について解説します。最後までよろしくお願いします。今回の結論は次の5つです。江戸には暇な侍が多くいた。生類憐れみの令が廃止された。魚釣りが芸術。丸太の下にタナゴがいた。極めて個人的な趣味。江戸には暇な侍が多くいたについて、古事記や日本書紀に見られる古墳時代の釣りは仙運を占う神事でした。平安時代前期には純那天皇、仁明天皇が遊びで釣りをした記録もありますが、鎌倉室町時代を通じて釣りの記録はほとんどありません。遊びの釣りが発達したのは江戸時代になってから。それには様々な要因がありますが、一言で言えば徳川幕府の成立によります。幕府の仕組みのもとに寺院勢力が抑え込まれ、仏教思想の影響力が衰えて摂政への抵抗感が薄れました。目の前に広がる江戸湾は利根川水系の大河が運ぶ土砂で大小の巣が発達し、多くの魚介類を育み、沿岸部には水運用の掘り割りや人工の水路網が発達して、釣りには申し分のない環境でした。さらに江戸には暇な侍が多くいました。幕府も各藩も戦国時代の軍事体制をそのまま平和な時代に移行させたので、余剰人員が出たのです。江戸中期には旗本、御家人の約4割が城の改修工事くらいしか仕事のない小普請組や寄り合い組に属していました。時間に余裕があって目の前が絶好の環境となれば、武士の間で釣りが盛んになったのも不思議ではありません。江戸時代に釣りが発達したもう一つの重要な理由は、魚に警戒心を抱かせない半透明な釣り糸、テグスの普及です。テグスの原料は中国に生息するテグス酸というガの幼虫です。体内の検出線を抜き出し、巣に浸して引き伸ばし、陰干しにして作ります。中国から日本へ輸入する薬の梱包に使われていました。これに大阪で漁師が目をつけ、江戸にも伝わったのです。そして釣りの発達の要因をさらに付け加えれば、石船の難破です。江戸城築城のため、静岡方面からの石を山積みした船が江戸湾で幾度も沈没し、人工魚礁ができました。タイやアイナメなど岩礁性の魚が集まってきて、格好の釣り場になったのです。生類憐れみの令が廃止されたについて、遊びとしての江戸の釣りは武士の間に広まった第一期、生類憐れみの令で禁制となった暗黒時代に始まる第二期、そして庶民層にも広まった第3期に大きく分けられます。第1期を代表する人物が徳川家康のひ孫の松平大和の神直則です。その克明な日記によると、家臣を連れてよく江戸湾で釣りをしています。1659年9月23日の大和の神一行のハゼ釣りが日本最古の本格的な遊びの釣りの記録です。その23年前に亡くなった戦国大名の伊達政宗もまた釣りを好みました。彼は能の鵜飼の一節を釣りに例え、罪も報いも後の世も忘れ果てて面白やと、仏教思想の呪縛からの解放を謳歌しています。伊達政宗は完成を見ませんでしたが、船釣りのための池を設計させました。安永年間までの第二期を画する人物は、享保年間初期の江戸湾での釣りの実相を記録した河川録の著者、津軽鵜沼です。弘前の大名、津軽家の分家に生まれた三代目当主で四千石の旗本です。将軍綱吉の秘書官である蕎麦胡椒に抜擢されました。吉良上野介の娘婿でしたが、結婚1年で若妻に先立たれます。
その後、赤穂浪士の討ち入りがあり、親戚付き合いが続いていたので、吉良側の人間として冷たい目で見られていたようです。彼は城中で足を怪我し、出仕から1年半足らずで蕎麦胡椒を辞退しました。怪我の理由は分かりませんが、辞めた時期に重なる1693年、綱吉による釣魚釣り船禁止令のお触れが出ました。禁止令では、漁師の漁量は認められましたが、制御の流通は厳しく制限されました。死んだ魚なら良いが、その場で生け締めして売ってはいけない。殺生と血の汚れを嫌う仏教思想の復活です。夏にはすぐに腐敗が始まって、漁師、魚屋は大弱りでした。そして、生類憐れみの霊で保護した10万匹にも及ぶ犬を綱吉が大久保と中野で飼育できたのは、マイワシの100年に一度の豊漁期に重なっていたからです。イワシの干物は犬の餌のタンパク源でした。綱吉が没すると、自分が亡くなった後も続けよとの遺言にもかかわらず、生類憐れみの霊は即日廃止されます。15年間に及ぶ釣りの暗黒期は終結し、再び盛んになりました。やがて釣りの愛好者が庶民層にまで拡大すると、一般向けの釣りの入門書も普及します。1770年に出版された最初の釣りの書物、漁人道しるべは、河川録の抜粋要約でした。1788年の闇の明かりは、丘釣りで人気だったボラの幼魚、スバシリを主体とし、釣り道具屋と釣り場も紹介されています。この年には、江戸で初めての船宿も開業されました。そして、浮世絵にもしばしば書かれているように、釣りの面白さに女性たちも目覚めたのが、この第3期です。魚釣りが芸術について。江戸時代の釣り道具は、世界最高水準でした。なぜなら、平和な時代に軍民転用が起きたからです。釣り竿には弓と矢の加工技術が使われました。さまざまな竹材をまっすぐに伸ばして竿にする技術は弓矢のそれと全く同じだったのです。釣り竿を丈夫で美しいものにするのは漆ですが、これも日本刀の鞘を漆で固める技術から来ています。重りも鉛の鉄砲玉からの転用で、河川録の図版を見ると多様な形の重りがあったことがわかります。ヨーロッパでは竹がないので木製の釣り竿でした。英国の修道女のジュリアナ・バーナーズによる釣魚論が世界最古の釣りの本とされていますが、そこにある釣り竿の作り方を見ると大変苦労しています。手元の部分を軽くするため、焼いた鉄の棒を木の枝の内部に貫通させて抜いています。日本の竹竿のような感度、振動の増幅作用は望めなかったはずです。和竿は明治時代にも輸出品の一つとして外貨を稼いでいました。ロシア生まれの世界的オペラ歌手シャリアピンは昭和11年に来日しており、銀座の和竿の老舗刀作を訪ね、4代目店主を竿師のストラディバリと呼びました。日本の釣り竿を美術品と評し、一番細い先のあの繊細なところなぞことごとく高度に発達した趣味から出た作品である。日本では魚釣りそのものが一つの芸術であるのかもしれないと絶賛しています。日本へ旅行して上等の釣り竿を買い歩くのがシャリアピンの長年の夢でした。丸太の下にタナゴがいたについて、江戸時代の釣りが今の釣りと最も違うところはリールがなかったことです。深場では糸巻きがついた竿を使って釣ることもありましたが、大部分は手釣りでした。面白いのは釣り針の硬さです。今の釣り針は焼きがしっかり入って折れませんが、当時の釣り針は柔らかなものでした。根掛かりすると伸びるように作ってあり、針が硬すぎて仕掛け全体を失うのを嫌ったのです。曲がった釣り針を元に戻す道具、針曲げを持っていました。餌については、河川録の時代の武士たちはミミズやゴカイではなく、
ハマグリやエビなどを使いました。釣果より長州を重んじる優雅な遊びだったことがわかります。江戸では繁殖期に美しい体色になるタナゴ釣りも好まれました。火事が多かったので建築資材用の材木を木場などの運河に浮かべており、その丸太の下によくタナゴがついたのです。小さな竿と針で釣り上げる江戸っ子の意気好みの象徴とも言えるでしょう。極めて個人的な趣味について、江戸以外の地方の釣りで有名なのは庄内藩です。名官は名刀より得がたしといい、武道の鍛錬になると藩を挙げて釣りをしていたようです。確かにマダケの長い釣り竿を使う磯釣りで、なおかつ城下から20キロの山道を歩いて磯場に出たので足腰が鍛えられたのでしょう。幕末の戊辰戦争の大羽越列藩同盟のうち、会津藩が投降した最後まで負けなかったのは庄内藩だけでした。庄内藩の北隣、秋田の久保田藩でも釣りが盛んでした。秋田では葉を剥がしながら成長させ、固く締まったヨシに漆を塗って川釣り用の釣り竿にしました。竹の分布の北限なのでヨシで代用したのです。こうして江戸時代の釣りの文化を振り返ってみると、興味深いのは流派というものを形成しなかったことです。剣術はもちろん茶道、華道、すべて家元と流派が存在しましたが、釣りだけはありませんでした。それは現在に至るまで続いています。釣りは極めて個人的な趣味であり、家や型にとらわれなかった唯一の日本の伝統文化と言えるのではないでしょうか。今回のまとめです。江戸には暇な侍が多くいた。生類憐れみの霊が廃止された。魚釣りが芸術。丸太の下にタナゴがいた。極めて個人的な趣味。今回の授業は以上となります。江戸時代から花開く釣りの魅力とその進化の歴史の授業が釣りの参考になれば嬉しいです。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。